新平家物語第548回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です古夫やれやれここの見事な梅の木も無残に吹き倒されておるわこぞ今年と花を見せてくれたが来年はもう見られませるなああ花もそうだが 人こそなを明日も知れまい。お互いいつまでの屋島住まいか。所詮このようなところに長くは代理のお営みもご無理でしょう。昨夜一昨夜のような大嵐が夏秋などにはまた来ないとも限りません。いやいや、もっと恐ろしいものがいつか来よう。は <laughs> はて、愚痴な立ち話を。時ざね、訪れ申せ。昨日の起きには、 万死も見えませんがうーんここの兵も嵐の後始末に駆り出されているのであろう修二の大夫殿はご老体うちにおられるに違いないそこから声をおかけ申してみようここは屋島のうちでも南側の山懐でそのためか嵐の被害はどこより少なかった柵の木戸陣屋の母や むねむねの日差しも無事に見える。ただ一樹の狼狽が柵の一端へ横ざまに倒れているのがここの主の胸を思いやると何か余計に痛ましいすなわちこの陣屋の一角は首里の大夫三義常森一族が寄っているところであった常森は一門の長老平正国のすぐの弟門脇殿の兄 また大井戸の宗の盛にはお父にあたる人である。従って刈屋ながらその陣屋構えは最も大きい。けれど去年一の谷の合戦では長男の常政、次男の恒俊、男の無冠の大夫敦盛などの兄弟3人までを皆戦場で亡くし、今は老夫常盛が1人この広い刈屋に取り残されていたのである。 その常ねまさとあつの兄弟が去年ここを出陣していった朝はちょうど柵の梅が先に寄ってい,いふと兄の常ねまさが人は皆戦に入れし狩のやにと読むと弟のあつが梅ばかりこそ春を知るかなと下の句をつけ相帰り見ていそいそ屋島の下に待つ軍船へ駆けつけていったという 兄弟合作のその歌を彼らの戦死後、常森は後日、家人から聞かされた。そしてまたも涙を新たにしたことだった。それゆえ、残された一人の老夫にとっては、今年も咲いた一時の梅に、どれほど父の涙と悲しみを手向けたことか知れまい。いわば兄弟の形見の梅とも見ていたに違いないのである。それが、その梅も、 兄弟の死を追うごとく、さんとして嵐に倒れた。次に追ってゆく者は、古府常盛の胸にはすぐそんな思いも抱かれていたことであろう。今朝の晴れを見、老頭たちは忙しげに被害の有無を見回り、やがてよその陣未満や見舞いや労役に駆り出されていっていたが、常盛はうちにいて、次女と小侍を相手に、 具足を広げたり箇所や笛袋などを今いっぱいに干していた一部の雨漏りのためそこらは雨じみだらけであった彼は若い頃からよく兄の清盛にも「おことは苦行だな部門に立つさがではない」と言われたものだがその読書好きや還元趣味の風はこの陣中でも変わらなかった この部屋から鎧びつと小ぎなただけをのぞけば武将の陣屋生活のようではなく歌人の書斎のようであった。はて、誰れの訪れか。常森はふと耳をそば立てて、見てまいれと一人の次女へ言いつけた。次女はすぐ戻ってきた。代理教時忠様とご子息の時實様とが打ち揃うておこし遊ばしました。 何？代大理殿がご不死で常盛は自分で立っていったそしてこなたの披露宴から作文の方を眺めああ代理殿かうちも外も今日は無人でござるどうぞご識体なくそのままこれこれこの日の有様なのでもちろん時た時座親子も常の仮着の姿ではない 大鎧こそつけていないが具足わらじばきであった「やうここはご災難も軽うてまずまず何よりでしたな我らの陣屋は散々に吹きこぼたれ一夜に宿なし同様な始末」「中の軌道を通って縁の一角に腰掛けた時ただは何がおかしいのかカラカラと笑って」 お互い一門都を落ちてより波の上にも地の上にも定まる住みかもない姿だがその上源氏のみならず雨風までが敵に加勢し共に攻めてこられたのではかなわぬへへ <laughs> たまったものではないといつもと変わらない調子だった常森は時忠のどこか荒々としたこの肌合いが好きである 京大納言とか平安白などとあだ名されたほど太っ腹で線の強いいわばチゲの伝法派だな時忠なのだおよそ常森とは正反対な人柄と言ってよいにもかかわらず性が合うというのか常森は時忠と会えばいつも屈託を忘れ少しは生きている張り合いも生じてくるそしてまた忘れがたい兄清盛の一面をも時忠の風貌の中に忍んだ 清盛にはあったが今の一門にはない大まかな気風がなお時ただのどこかにはある心地もして過去の若かりし平家の汚れへの郷愁が慰められもするらしい「<laughs> 俗に申す泣き面に蜂とはこれよの客の来楽に常盛も一生のほかなくこんな仲をは珍しく恩腐しそろうてそも何の御用か」。 みはご無難と聞き、実は親方を拝借に出た。四五日ほどの間。あいとお安いこと。いつなとお家族を連れて渡られたがよい。いやいや、我らどもはどうにでも暮らせる。御用に当てたいのは主上の玉座でござる。実はよりより思案の挙句。いや、御所も様でにおひどいので。 辛くも大屋根は残ったが、辺りは皆押し流され、夜の御殿も中殿も見る影はありません。また濁流に床下を浸されたため、昼の御座すら儲け場所もないそのうのありさま。で、早速、麓の町屋より匠どもを借り集め、ご修理を急がすことにはしたが、さて、その間、帝の御師をいずこにすべきかと。 それはそれは何とも常森は聞いてひどく恐怖した。我らの屋根の無難なりしは何やらどうも申し訳ない。どうぞいつにても。では時だねと時忠は振り向いてすぐはせ戻って行き自由やない人たちに帝をこれへとぎをしたてまつるようにお告げ申せそしてお言も愚伏してまいるがよいと言いつけた。 時座では一礼して立ち去ったこれが盤上の君のことかと無量な思いを抱きつつ行くような彼の後ろ姿であった常森は小侍や次女ににわかな家掃除を命じ具足や箇所などは自分の手で取り片付けた。 理殿ちょっと上がってくださらぬかそして帝の昼の御座夜の御殿女院のお居などどう定めたものか下見分してほしいがではごめんと時忠はすぐ上がってきて常盛と共に陣屋中を見て回ったそして おいのこれだけの魔数があればご不自由はぜひもないが四五日のおしのぎには十分こと足りるだが首里殿のご家族はどこに寝起きなされるかいや幸いなことにはこの常盛今は全くの一人でおざる老湯どものほかはただ一人生き残っている身でござればああ 誠にと来楽な時ただも途端に胸がいっぱいになった「幸いに」とは何たる皮肉何たる悲しい事情であろうと古婦の姿から思わず目を他へそらした。 次回は天車ですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ